今回の問題、この構成の場合、非指定ポートはどこになるでしょうか。すべて答えてください。なお、帯域幅、プライオリティはすべて同じだとしてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。答えはこちらです。この2つが非指定ポートになります。お世話になっております、マサルです。今回はスパニングツリーの応用問題にチャレンジしてみましょう。これまでの動画でスパニングツリーの基本は分かったと思うので、応用的な問題にもチャレンジしてみましょう。一見複雑に見えますが、基本ができれば分かります。一緒にチャレンジしていきましょう。今回の構成図はこちらです。先に答えを見てどんな風になるのかイメージをしてみてください。まずルートブリッジがここになります。そしてルートポートがここ、そして指定ポートがここになります。最後に残ったのが非指定ポートですね。ルートブリッジのポートは全て指定ポートになっていて、それぞれのスイッチにはルートポートが1つずつ存在します。各リンクでは指定ポートが1つ存在して、残ったポートが非指定ポートになっていますね。一見複雑で初めて見ると混乱しますが、これまで勉強した通り、基本通りにやれば解くことができる問題です。それでは流れでやっていきましょう。まずはルートブリッジを見つけるところからです。ルートブリッジはブリッジ ID が小さいスイッチです。今回ブリッジプライオリティは全て一緒なので、 MAC アドレスを比較することになりますね。 MAC アドレスを比較して、一番小さいのはどのスイッチになりそうでしょうか。 MAC アドレスが一番小さいのはこのスイッチですね。このスイッチがルートブリッジになります。ルートブリッジが分かったら、次はルートポートを特定します。ルートポートはルートブリッジ以外の各スイッチが一つ持っているルートブリッジに一番近いポートです。今回は全て同じ帯域幅なので、このスイッチとこのスイッチはすぐにルートポート分かりますよね。このポートがルートポートになります。問題はこのスイッチ、このスイッチのどちらがルートポートになるか判断する必要がありますが、パスコストだけでは判断することができません。どちらも同じ2リンク分のコストを持っています。パスコストで判断できない場合は、接続先のブリッジ ID で判断します。ブリッジ ID に小さい方につながっているポートがルートポートになります。ブリッジ ID を比較すると、プライオリティは同じ値なので MAC アドレスで比較して、 MAC アドレスが小さい、こちらのスイッチにつながっているポートがルートポートに選出されます。ルートポートの位置が分かりました。次は指定ポートを探します。ルートブリッジは全てのポート指定ポートになりますよね。そして各リンクに指定ポートが存在することになるので、ルートポートの対抗を指定ポートにしておきましょう。残ったリンクはこの2つのリンクです。どちらが指定ポートになるのか、上のリンクから見ていきましょう。指定ポートを探すときに、まずはルートパスコストを考えます。コストの小さい BPD を送信するポートが指定ポートになります。こちらのスイッチはルートブリッジまで1リンク分のコスト、こちらのスイッチはルートブリッジまで2リンク分のコストがあります。ルートパスコストを BPDU で交換し合って、小さい方が指定ポートになるので、今回はこちらのポートが指定ポートになります。ではこちらのリンクはどうでしょうか。こちらのリンクも同じようにルートパスコストを交換し合います。こちらのスイッチはリンク1つ分、こちらのスイッチも同じくリンク1つ分です。今回はコストが一緒になったので、次の判断材料に移ります。次はブリッジ ID が比較されます。ブリッジ ID を比較して、小さいブリッジ ID を持っている方が指定ポートになります。それぞれのブリッジ ID を比較してみましょう。プライオリティは同じです。なので MAC アドレスを比較することになります。 MAC アドレスを比較すると 00D0 と 00E0 なので、 D0 の方が小さいですね。小さいブリッジ ID を送信する、こちらのポートが指定ポートになります。そしてここまでの流れで特に役割を持たなかった残りのポートが非指定ポートになります。どうでしょうか。一見複雑な応用問題でも、基本の流れをそのままやってみると答えがわかります。もし CCNA の試験でこのような問題が出た場合でも、焦らず基本に忠実に各ポートの役割を考えてみてください。それでは最後に今回の学習内容をまとめます。今回は応用問題で非指定ポートが複数ある構成を考えてもらいました。答えはこの2つが非指定ポートになります。どんなに複雑な問題が出ても、基本が分かれば確実に正解することができます。ルートブリッジを見つけて、各スイッチのルートポートを見つけて、各リンクの指定ポートを見つけて、残ったポートが非指定ポートです。スパニングツリーのポートの役割を勉強するときは、練習のときから各ポートがどういう理由でどの役割になっているのか、自分自身にしっかり説明しながら勉強していきましょう。
それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。